もう本当、それの時はスチャダラパーより流行ってたからね、ヒンズスクワットね。だから人間発電所95っていうアルバムが出た、そのレコードがあるのよ。人間発電所95、ブッダブランドの。そこにヒンズスクワットが入ってるの、一曲。なんだっけな。前聞いたじゃん、ヨシ君と。俺がサーフスタジアム行った時に、この CD 見つけてさ、って言って。で、その、ある、あの、レコードは、もう、なんか30万ぐらいになってるとかってさ、30万?ヒンズスクワット?動き出したら止まらないよ、ヒンズというバスは、動き出したら止まらないよ、ヒンズというバスは、さあ、みんな乗っていきなよ。ヒンズがコントロールするバスは、真実求めて旅に出るよ。ヒンズというバスは、っていうさ、そういうラップとかあったんだけど、その友達が歌ってたんだよね。まあ、金パクってけど、もう俺の曲かのようになってるけどね、今ね。その友達が歌ったんだけどさ、まあむずいね。俺はね、もう DJ は向いてないと思った。完全ね。